カレンダーめくると1ヶ月1枚めくると何枚めくったと思う？スカートの数じゃないと何枚だっけ？206枚目結構すごいですよね。そんなスカートめくったそんなに妊娠ダメだよね。いやもうそんなにめくったということでカレンダーガールとロコモーション続けていきたいと思います。Thank you.
ここはハゼさんにハンドロッククラップを誘っていただいて、もう10回以上試してさせていただいているかと思うんですけど、今年は多分初めてで、マスターともママとも明けましておめでとうになるんですけれども、あ、そういえば今年初めてだなと思いながら、今年のことをちょっと思い出したんですけど、毎年1月に私鶴岡八幡宮にお参りに行くんですね。それでおみくじをまず引くんですけど、初めて今日を引いたんです。で、普通のおみくじって中吉とかそういうのって結ぶと運気が上がるらしいんだけど、今日ってどうするか知ってます？食べちゃう。あ、それ一番いいかもしれない。今日専用の箱っていうのがあって、初めてなんですよ。なんか赤い箱があって、でその中に自分で結んだおみくじを入れて、なんか浜屋に浜屋が置いてあるんですけど、それにやると運気が上がるということなんですが、まあ、私ちょっと最強なんじゃないかなと思ってるんですね、今年と思いつつ、ちょっと痛々しい話になって申し訳ないんですが、まず今日ということで結びつくんだけど、数年前に旅行に行った時に歩いてたら階段があって、足をこう引っ掛けてしまったところ、足の爪が剥がれちゃったので、これが全部剥がれてくれればそれでよかったんですけど、9割方剥がれたんですね。で、旅行中だしどうしようと思って、とりあえずくっつけて絆創膏を貼ったんです。でも帰ってくるまでに時間がかかったのと、病院行くまでに全部で3日かかって、そしたらうんじゃったのね。で、病院に行ったわけです。で、それ痛かったんですよ、すごく。なのに足のね、親指の爪をもうこれ全部取らなきゃダメだよってことで、こことここに注射を打って剥がしたんですけど、それがまた痛かったのね。怪我した時ってもう一瞬じゃないですか。で、自分でも分かんないうちの事故だから、痛いことは痛いんですけど、注射の方が痛くってっていう経験をしてた、ここ4日前の話。今度はですね、ベランダから洗濯物を入れようと思って、またね、同じようなことで段差に今度は引っ掛けて、今度は左の足の人差し指を引っ掛けて、今度は3分の1ぐらい取れたんです。で、この前の経験からこれはね、取った方がいいと思って、涙を飲んでピロッと言ったわけですよ。で、これ4日前の話。4日前で、痛いよ痛いよって言ってたっちゃ、練習の時にそんな話したと思うんですけど、でね、一昨日の話なんです。また同じ指を怪我した、その指がちょこっと爪が切れてるじゃないですか。ちょっととんがってるか、自分でピロッてやっちゃったから、したらそこをまた引っ掛けちゃって、もう最悪じゃないですか。で、今度は爪の8割方ピロッていっちゃって、いや、もうこれはもうと思って、またもう涙を飲んで、で今足がすっごい痛い状態で、で足細いんだけど、ちょっとね、こんななってしまいました。怪我のせいで。そのせい。もう怪我はもう、だから皆さんのね、ふとした怪我、本当に気をつけていただいて思います、思うけど、いや、思いがけない本当に怪我だし、コロナだし、もしかしたらこれは私のせいかもしれないですね。今日は健康な話が多いね。いや、なんかね、さっきのちょっと健康講座からちょっとパクってみたんですけど、どうでしょう。はい、じゃあちょっとね、暗い話はやめて、明るくですね、そろそろ春休みも近いので、でももう春休みのとこが多いんですかね。俺もう3月ね、結構卒業式とかがなくなっちゃったりとかで、早めのな春休みとかなんですけど、本来の楽しいものなので、今日は楽しい春休み、そして夏休み、冬休みの曲と、大人になりたい2曲連続でお送りしたいと思います。バケーション大人になりたい。
昨日も同じことを言ってて、というのは昨日も実はめぐみんさんのライブをやったんですが、ちょこっとメンバー違ってて、あのね、坂下さんと長田さんは昨日一緒だったんですけど、全く内容も同じで、なんかね、マフィー志望の手品をやってるようで、あの、まあ、でもネタがね、分かってても、あのこのまま行きたいと思いますけれども、あの私たちはエグミーズで今活動してますが、その前にメグとマナというバンドでデビューしました。その時 の、 あの選曲なんですが、それをそのまんまそっくりやろうと思って、あの今回になるんですけども、もう14年も経っちゃうとね、もう色も褪せてしまって、あの初心に戻ろうと、初々しい気持ちを取り戻したいと、あの私は思って、あのこの曲を選んでたんですが、貴様、いや、ないですない、ない、ね、あの貴様、貴様、コマーシャル知らないですか？あのこの曲順なんですけれども、最初に選んだ時にバンドを組んで、オールディーズを好きだということで、あのバンドを組んだんですが、まず私が歌える曲、知ってる曲で、あとはゴータさんの好みで、多分、全体的な選曲を見るとですね、多分半々くらいで、多分好きな曲が混ざってるんじゃないかなと思います。それで今となっては、あのキスは目にしてはメグミーズで必ずの最後にやっている曲になりますが、この時はまだデビューで一番最初なので、あの真ん中に入っているイレギュラーな選曲となっています。キスは目にして、そしてカラーに口紅、2曲いきたいと思います。
ためにしても続けてることがないので間違っちゃったけど、よかったよかった、なんとかいけました。あのもう次の曲のことをちょっと考えていてですね、あの間違っちゃったんですけど、あの さっきの、ね、話のちょっと続きになって申し訳ないんですが、あのさっきあのみくじ今日引いたって言ったじゃないですか。でそのせいかなと思うんですけど、ここ2週間くらい前にちょっと怖い夢を見たの。あの私実はホラー映画とかオカルト映画とか大好きであのそういう系が好きなんですね。あの心の闇というかあの好きなんですが、あの、まあ、特にあのオカルトとかではないんだけど、金田一耕助シリーズあるじゃないですか。ああいうの好きで、でねこの間指にその金田一さん出てきたわけですよ。でやっぱね、金田一さんドロドロしてるじゃないですか、中身が。あの夢の中もドロドロしてて、なんかすごい怖い夢見て嫌だなと思ってたら、その3日後くらいに今度は自分が死んだ夢を見たんです。あの死ぬかもしれないっていう予言の夢っていうんですかね。なんかすごい怖いなと思って、やだな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 と思ってて、であの、まあ、昨日に至るんですけれども、そういえば今日のライブで、あマチコさんの、ね、マシュマローズの今日マチコさんがあの来られる予定だったんですが、ちょっと今日来られなくなってしまったんですけど、あ来ないってことは今日全員おじさんじゃんと思って自分も含めてあの思ってたんですよ。もう自分が女性のことをすっかり忘れてて、あ全部おじさんだと思ってて、で昨日の夢、あの私にもやっぱり乙女心があったんだな、あのとってもセンチメンタルな夢を見ました。あの内容は一応結婚してるのであんまり公で言えるような夢ではないので、あの秘めておきたいんですけれども、あのこんな時代があったなっていう、とてもセンチな夢でした。あのそんな夢とですね、連動するような曲がたまたま次の曲にあります。夢のデート、そしてマヌケなキューピッド。
のみ。ありがとうございます。今回ですね、まあ、このような状況になりまして、バンドさんが今日の3バンドで楽しく演奏しておりますが、せっかくハセさんの配慮で1時間も1時間いいよと言われたんですけれども、まあ、できる曲がねもう決まっちゃっててね、もう40分の中で、まあ、少しでも MC をと思ったんですが、なかなかやっぱ MC って難しいですよね。まあ、さっきのも健康シリーズこれからどんどんパクっていこうと思いますが、まあ、そんなんでいよいよ終わりの2曲になりました。残念なお知らせがここでございます。映ると嫌だからさ、そのままやって。なんか大変なのが映りそうだもん。はい、次の2曲がですね、皆さんお待ちかねの最後の曲となります。歌い終わった時にですね、この人がありがとうございましたと お辞儀をします。ありがとうございました。この瞬間にですね、万が一アンコールという声がかかったとしても、私たちめぐみーずは、ちょっと恥ずかしいんですけどですね、めぐみーずはうろたえないように2曲ばかし、なんて言ったんでしたっけ、準備しております。珍しいね、珍しい、強烈な美容です。どうしたの。いや、なんかね、レイミスなかなかね、14年も知られてる連携が取れないんですよね。さっきも話振ったけどさ、なんか協力的じゃないんですよ ね困ってます。言ってるととっても恥ずかしくなったんですよ。いや、何が恥ずかしいんですか。正気になっちゃった。何気になったっ恥ずかしいってことがあるんですね。思い出した。私コウタさんに恥ずかしいっていうことが辞書にないと思ってたけど、恥ずかしかったんですね。そうですか。じゃあ、恥ずかしながら2曲いきたいと思います。いってらっしゃい。行ってきます。
グーグーになるんですが、あの最後アンコールいただいた2曲は特に今までやってる中で好きな曲を2曲選びました。ロリポップリップス、そしてキャンディーツイストメドレー。